こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回の動画は四国の香川県にうどんを食べに寝台特急サンライズ瀬戸号に乗って家族で旅行してきましたので、その様子やサンライズ号四国の鉄道の紹介解説を交えながら4部構成で動画を作ろうと思います。それでは早速本編スタートです。今、私は東京駅八重洲口にいます。今日は先述の通りサンライズ号に乗って、四国にうどんを食べに行きます。撮影日は2月23日東京発車時、詳しくは後で言いますが、私たちは JR 西日本の JR お出かけネットというサイトで予約しましたが、この日は3連休の初日ということもあって予約が一瞬で埋まりました。それでは早速ホームへ向かいます。サンライズ出雲瀬戸号が発車するホームは定期のサンライズ号であれば東海道線9番ホームから発車します。サンライズ号にはシャワー室があり、利用するためにはシャワーカードが必要になるのですが、 B 寝台定員が152人のところ、出雲号瀬戸号それぞれで20枚ぐらいしか発売されませんので争奪戦が発生するのですが、さすがに30分も前に来たので大丈夫でしょう。全然大丈夫じゃない。想像の50倍人が待っててびっくりしました。家でシャワー浴びてきてないんで積んだかもしれません。視聴者の皆さんは30分より前に列に並びましょう。東京駅ですときは目立つ出雲市と琴平の文字、これから行くとなるとものすごくワクワクします。それではサンライズ出雲瀬戸号の到着をノーカットでどうぞ。ついにやってきましたサンライズ出雲瀬戸号。続きまして幕回しをどうぞ。
階建てになっていてすごいですね。ドアが開いたので早速入っていきましょう。さあシャワーカードは買えるのでしょうか。シャワーカードが売っているのはゲーセンのデータ保存のカード自販機みたいな機械で3号車と10号車にあります。価格は330円で自販機でお金を崩しておいた方がいいです。電車の揺れの影響かわかりませんが、日本商品がガタガタです。びっくりしたのですが速攻でシャワーカードを買って速攻シャワーに入っている上級者がいますね。某スーツの YouTuber が速攻入った方がいいと言っていましたが、荷物も部屋に置かずに入る人がいることにびっくりしました。それでは僕の番が来ました。価格は330円で自販機でお金を崩しておいたので、ちょうどの金額を入れていきます。なんとか入手することができました。このシャワーカードをお土産に使わないのに、買う人がたまにいるらしいので今回はいなくてよかったです。今回予約した部屋はサンライズツインとシングルを取りました。1034号車の車単部にも同様に合計8室ある1名用 B 寝台個室のそんな。まずはサンライズツインの部屋に到着しました。それではドアを開けます。ドン。部屋の全体像はこんな感じで、狭い室内にベッドが通路を挟んで2個並んでいます。列車は全7両は高松駅で5、7両は出雲市行きになります。先述の通りシャワーカード自販機は3号車と10号車にあり、トイレは全号車に、シャワー室は B 寝台用は30号車、 A 寝台用は4、11号車にあります。後で詳しく説明しますが、照明の操作パネルが3つのベッドの間にあります。ベッド上には浴衣と掛け布団があります。床にはスリッパとゴミ箱があり、ベッド横にはコップがあります。ドア横には上着がかけられるハンガーがあります。サンライズツインの解説はここまでにして、続いてはシングルの説明をするために移動していきます。1257号車に合計80室、89024号車にも同様に合計80室ある1名用 B 寝台個室の、ここがシングルです。サンライズツインと基本設備は一緒ですが、ベッド数が1つになっています。今回予約していない部屋の他に水が出る洗面台付きで、4号車と11号車の2階部分にそれぞれ6室ある1名用 A 寝台個室シングルデラックスや、シングル分の部屋料金のみで2人泊まれ1、2、6、7号車の車単部に合計8室、ベッドと靴置きぐらいしか足の踏み場がない3、10号車に20部屋ずつある B 寝台1人用個室ソロ5、12号車に28席ずつ存在するかつてのブルートレイン開放型寝台に似た寝台料金がいらない伸び伸び座席があります。ここがラウンジです。瀬戸大橋通過時は混み合いそうですね。あとベッドの幅が各部屋のグレードごとに違います。説明する時間がないので表を出します。部屋の説明はざっとこんなもんですかね。それでは部屋に戻りまして、喫煙可能な部屋しか空いていなかったので喫煙可能部屋ですが、タバコの匂いは全くと言っていいほどしませんでした。それでは東京駅発車です。
動画的にいいところですが検察が来ました。家族が対応してくれていますので私は撮影を続けます。それでは発車放送をノーカットでどうぞ。到着まで使用する切符です。東京都内から琴平までの切符とサンライズツインビー寝台券の2枚で、チャンネル名上野駅の番人らしくしっかり上野駅で発見しました。部屋には4桁の暗証番号の電子錠がついています。指定した番号で施錠でき、指定の番号で解錠することができます。
こちらアメニテになっています。2024年現在では車内販売の営業はなく、アメニテを東京駅で入手することはできませんが、秋葉原のいろんな趣味グッズが中心に売っている本屋書泉ブックタワーにてこのアメニテを入手しました。中身はこんな感じで、サンライズ号の印刷が入った薄いタオルに歯ブラシが入っています。秋葉原に用があり、サンライズ号に乗車する人は買ってみてはいかがでしょうか。トイレはこんな感じで、普通の特急列車と何ら変わりありません。走行している間に列車は沼津駅に到着していました。ホームには夜間行きの211系が止まっていました。それでは沼津駅を発車しました。それでは時間もいい時間なので、シャワーに向かいます。ちょうど誰も入っていなかったので入浴していきましょう。着替え室の中はこんな感じで、普通の家のスペースぐらいはあります。シャワーにはお湯を出せる時間が6分の時間制限があります。この時間制限は入浴時間を制限するというより、そんなに多くお湯を列車に詰めないため、カードの販売数分のお湯を確保するためといった感じです。室内には自然式のタイマーとシャンプーボディソープ、温度調節用のバルブが設置されています。それでは先ほど購入したカードを機械に入れていきます。すると室内のタイマーが6分と表示されました。それでは入浴しましょう。こちらのタイマーですが、スタートボタンを押すと水が出て、ストップボタンを押すと止まります。さっぱりしました。浴室の扉背面にシャワールーム洗浄ボタンがあり、入浴後に使用します。扉が施錠され、中で水が出ており、浴室が洗浄されています。まだタイマーがそのままで、突然の暴風が吹き出しました。超びっくりしました。どうやら洗浄後は乾燥するために爆風を吹かすみたいですね。浴室の鍵を解錠するとタイマーが0分0秒になりました。つまりまだ終わってないのに、この鍵を開けると泡まみれで出なくちゃいけない事態になりそうですね。それでは部屋に戻りましょう。前後していますが、起床目覚ましはこのように操作できます。このライトは左側に、全体の室内灯のスイッチ、左右のにそれぞれ枕元灯のスイッチ、一番下に切れかけだったのかついているかよくわからない足元灯があります。それではおやすみなさい。今回の動画はここでおしまいになります。近いうちに続編を出しますので、続編もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。